2021年の春アニメはもう始まっていますが、まだ放送されていない番組がかなりあります。2021年春は、ファンが楽しめる面白いアニメでいっぱいになりそうです。世界中のファンがこれらの番組を見るのを待ち望んでいます。人々が待ち望んでいた多くの番組でいっぱいの長いシーズンなので、アニメロジーへようこそ。今日は、2021年に視聴する新しいアニメのトップ10を紹介します。はじめに、いいねをドロップして、以下のアニメトップ10を購読してください。これ以上苦労することなく、ビデオに取り掛かりましょう。10番、86。ミリタリーや政治をテーマにした、ガンダムのようなメッカが絡んだシリーズのファンである SS の誰か、86が最も期待される2021年春のアニメの一つであることは驚くことではありません。原作は浅戸、イラストは白火。86は、レギオンとして知られる近隣の帝国の無人ドローン軍による攻撃を受けている国、サンマグノリア共和国で行われます。共和国政府は、自国のバトルメックも無人ドローンであり、死傷者なしで戦争に成功したと主張していますが、これは嘘です。サンマグノリアの85区画は、要塞の壁と86として知られる兵士の部隊によって守られています。国を守って死ぬ。シリーズは、人種差別や差別など、探求する問題のために暗いですが、これは、私がこれまでに読んだ中で最もよく練られた深遠な物語の一つです。力強いストーリーと素晴らしい世界観を備えた、86は、正直なところ、アニメにうまく反映されると思います。今シーズン最高の作品の一つになると思います。次の9番、世界派あなた、アニメーションで終わります。The World End With You は、2007年に任天堂 DS 向けにリリースされたスリーパーヒットでした。それは、それに値するグラウンドスウェルの量がほとんど得られなかったタイトルでした。一つには、この物語は、キングダムハーツシリーズの背後にいる同じ男である野村哲也の発案であり、ゲームは、特に一つのキングダムハーツタイトル、記憶の連鎖から多くのインスピレーションを得ています。これは、ファン層から最も意見が分かれているキングダムハーツゲームです。このゲームから脱落した99人は、コアゲームプレイループが原因で脱落したため、同様の状況が世界の終わりで発生しました。しかし、これが、この来るべき当然のアニメ化が非常に期待されている理由です。アニメ化は、不条理でありながら愛らしいキャラクターと複雑なプロットを人々に提供します。8番に移ります。エデンゼロ。エデンゼロは、真島ヒロによる最新漫画です。彼の他の有名な漫画シリーズのおとぎ話と同様のスタイルとキャラクターデザインに気づくかもしれません。私は手足に出て、少し物議を醸すことを言うつもりです。エデンゼロは基本的にそこの宇宙のおとぎ話です。誰かがそれを言いました。しかし、童話の作者である三島ヒロの漫画であることを考えると、それは理にかなっています。いずれにせよ、みんなおとぎ話が好きだし、エデンゼロも好きな人が多いのは間違いない。エデンゼロが童話と異なる点はたくさんありますが、結局のところ、基本的なコンセプトは非常に似ています。ハッピーが両方のシリーズのメインキャストの一部であると彼らが考えていないと主張するのは難しい。エデンゼロではありますが、彼は愛らしい SF ロボットの役割を果たしています。まあ、銃に代わる愛らしいロボットですが、それにもかかわらず、ストーリーはそれ自体で本当にしっかりしており、適応はおとぎ話と同じくらいの人気を獲得するはずです。7位、あなたの永遠へ。季節のニッチな適応に移ると、それはあなたの永遠に題されたアニメです。ここにある他のほとんどのシリーズとは異なり、To Your Eternity は2016年に始まった漫画のアニメ化であり、今日もリリースされています。悲しいことに、このアニメは2020年10月に放送を開始する予定でしたが、特定の世界的なパンデミックのために、聞いたことがあるかもしれませんが、今シーズンは少し延期されました。さて、概念について話しすぎるとネタバレの領域になりますが、一般的に、これは人間性とは何か、死んだ後に人々がどのように記憶されるか、人間としてのアイデンティティを正確に形成するものは何かについての質問を示しています。他の多くの難しいコンセプトと同様に、正直なところ、最近のアニメーションの歴史の中で最も悲しい瞬間がいくつかあり、私たちはそれを楽しみにしています。
このアニメは、特にその風景と背景に関して、素晴らしいアニメーションとビジュアルを持っているものです。漫画で紹介された素晴らしいアートワークと風景のおかげです。しかし、それにはユニークで魅力的な前提があり、2021年春に最も期待されるアニメの一つになっています。リストの次の6番目は、バーニングカバディです。私がティーザーで見たものから、TMS エンターテインメントによって行われたアニメーションは、ストーンフルーツバスケット博士とグレーマンとリライフだと思います。スポーツが苦手な元エースサッカー選手、高校1年生のヨガシ達也が主人公の漫画です。彼はコンタクトスポーツカバディのチームに招待され、最初はそのアイデアを一生に伏しましたが、カボディの練習を見た後、興味を持ちました。スポーツアニメが本当に視聴者を魅了するためには、成長、激しい競争、チーム間の興味深いダイナミクス、鮮明なアニメーションを特徴とするダイナミックなアクションシーケンスを示す優れたキャラクターが必要です。バーニングカッパディは、これだけでなく、それ以上のものを備えているようで、2021年春のアニメの中で最も期待されているものの一つになっています。第5位に移りましょう。東京のリベンジャーズ。東京卍リベンジャーズの漫画は良いことしか聞いていないので、この春に改作をチェックすることに興奮しています。物語は、花垣隆道という少年に焦点を当て、自分が困難な立場にあることに気づき、元カノを知った時に事態は悪化し、初恋が殺害されました。立花日向は、何年にもわたって東京の平和を乱してきた凶悪犯グループ、東京卍ギャングの不幸な犠牲者でした。ご想像の通り、花垣は死に打ちのめされましたが、少年が12年前に飛び出したことに気づいたとき、事態は好転します。私たちのヒーローは今度は日向との関係に戻ったことに気づき、花垣は彼女を救う決心をします。そのために、少年は新進気鋭の東京マンチギャングに潜入し、未来を変え、日向をいち早く救う。もし東京リベンジャーズが僕が思っているようにうまくいけば、それは間違いなく今年のベストの一つになるだろう。4番、火星の赤。マーズレッドはドラマチックな舞台朗読に基づいた最初のアニメで、この媒体がどのようにアニメに翻訳されるのか興味があります。でも、ヴァンパイアが存在する世界を舞台にしているので、私はそれにも興味をそそられます。たくさんの吸血鬼の物語があるので、このアニメがユニークで新しいものをテーブルにもたらすことを願っています。コードゼロを前提に、吸血鬼の増加とアスクラと呼ばれる新しい人工血液源の台頭を調査するために日本政府によって作成されたユニット、マーズレッドが目立つことを期待しています。また、このシリーズで人間と吸血鬼がどのように連携しているか、また両者の間に存在するダイナミクスと相互作用を見ることに興味があります。ノマド、メガロボックス2、ジョーが戻ってきたので、手袋を紐で締め、ギアを磨いてください。トムスエンタテインメントは、2018年の SF スポーツアニメメガロボックスの続編として、ティーザートレーラーを公開しました。ノマドメガロボックス2というタイトルの続編は、最初のシーズンで作成されたストーリーを継続します。メガロボックスは本質的に、誰かが平凡なヒュージャックマン映画の本物の鋼を取り、それを最初の IPO の下のジョーと組み合わせたようなものです。それは、ギアと呼ばれるサイバネティックアームの強化なしでリングに上がることを意味するとしても、トップに到達したい無名のボクサーであるジャンクドッグの物語に従います。メガロボックスは悲しいことに、ネットフリックスのアニメセクションの奥深くに隠されていますが、古典的な明日のジョーシリーズの50周年記念として作成されたことを考えると、それでも数字的にはかなりうまくいきました。しかし、それは一種のその役割から成長し、それ自体で視聴者を獲得したので、ファンはシーズン2でどれだけ発散するかを見ることに興奮しています。2番にはシャーマンキング。これは長い間来ていましたが、ついにシャーマンキングが別のアニメ化を得るために物事が並んでいるようです。この IP を知らない人のために説明すると、シャーマンキングは1998年から2004年にかけて連載された漫画シリーズであり、人々は今でも好きな少年シリーズの一つとして懐かしく覚えています。2001年には別のアニメ化も行われましたが、漫画のリリースと並行して実行されたため、途中で独自のストーリー素材を考え始めなければなりませんでした。個人的には、
彼らがオリジナルをリマスターしてそれを1日と呼ぶのではなく、アニメをリメイクすることを